いきなりどうしたの？どうしてそんなことを聞くのかな？村でも噂になってるって。その、付き合ってる人が、クラブで働いている女の人だって。それがどうしたの？どこで働いていようと関係ない。お父さんの好きになった人が、どんな職業の人でも、別にどうでもいいことだと思う。違うかな？いや、違わない。いい人なら、な。それ、どういう意味かな？悪い人って言われても、どう悪いのかよくわからないよ。一体何が言いたいのかな？かな。あまり良い噂を聞かないのです。クラブのホステスさんというよりも、普段からの素行で。リナさん、派手だもんね。でも。でも、レナの家ね、お母さんがいないの。うん。レナが前の町に住んでいた時にね、他に好きな男の人を作って、離婚しちゃった。勝手だよね。自分は好きな仕事続けて、お父さんはひたすら応援してきたのに。そうなのか。女の人ばかりのお店に通ってることは、当然知ってるよ。でも、お父さんは寂しいんだと思う。いきなり一人ぼっちになっちゃったからね。寂しいんだからしょうがないと思う。それでそういう店に行くって、レナは全然悪いことじゃないと思うよ。実際お父さんは、リナさんと知り合ってから、とっても元気になってくれたんだから。ああ、それは悪いことじゃない。けど。けど、何？お父さんね、結婚するんだって。婚約指輪も渡して、受け取ってくれたみたい。リナさんも私に挨拶に来て、気に入ってもらえるよう一生懸命頑張るからって、笑って言ってくれたんだよ。本当か？嘘言ってどうするの？リナさんもお父さんも、レナのためにいろいろと無理して、気を使ってくれている。だからレナも少しくらいは我慢しなくちゃって思ってる。それおかしいかな？間違ってるかな？いや、そんなことはない。だったらケイチ君、わざわざそんなことを言いにレナの家にまで来たの？みんな我慢してるのに、それをぶち壊しに来たの？もしかして、一人だと不安だから、リカちゃんを付き添いに連れて？別に怒ってないよ。変なこと言わないでくれるかな、リカちゃん。その言い方が怒ってるってことじゃないか。レナ、そのリナってやつのこと
どこまで知ってるんだ。言ったよね、関係ないって。だから話すことなんてない。じゃあ俺が勝手に話す。いいよな。話しても聞かないよ。話したければお好きにどうぞ。シオンから聞いた話だ。レナの親父さん、マミやリナの働いている店に頻繁に通ってるらしいな。それもほぼ毎日。その店って繁華街の中でもすげえ高い店らしいな。一回行くだけでも相当な金額だそうだ。だから常連客はすぐに顔が知れ渡るって聞いた。そんな言い方やめて。聞かないんじゃなかったのか。だから俺が勝手に喋ってるだけだ。はっきり言う。レナ、そのマミア・リナってのは詐欺師だ。男と組んで結婚詐欺を働いてる。え？リナは最近ひなみざわにカモを見つけたって言いふらしてるらしい。そしてその時の話で出てきた名字がリュウグウだったそうだ。証拠は？これもシオンからの情報だ。リナは物持ちのいい相手を見つけてはいいよって多額の金品をせしめているってな。その店でも有名になっているそうだ。大人なんだからプレゼントだって高いものになるよ。そんなのお父さんの自由じゃないかな。なら正直に聞くけどさ、普通結婚まで考えてる相手にそこまでお金を使わせるものなのか。それに俺がもしレナとそんな関係になったとしたら。お断りだね。レナにだって選ぶ権利はあるよ。こんな風におせっかい風吹かせて嫌なこといっぱい言ってくる人のお嫁さんになんか絶対なりたくない。じゃあミオンでもいい、サトコでもリカちゃんでも、もし結婚しようと本気で考えた相手なら俺は店になんか来させない。相手の気持ちを考えたら金もそうだけど他の奴に浮気してるかもなんて疑われるのごめんだからな。普通の会社だって男性女性いっぱいいるよ。そんなことを考えてたら結婚して働くなんてきっとできない。普通の会社じゃないだろ。これは恋愛した気分を楽しむ店の話だ。金を使ってな。だからお父さんも寂しいんだってさっき言ったじゃない。もう一度言うぞレナ、親父さんは騙されてる、マミやリナに。そうだ。さっきから大人しく聞いていれば勝手なことばっかり。ケイチ君はレナのお父さんをおバカさんだとでも思ってるの？詐欺をするような人かどうかちゃんと分かってじゃなきゃプロポーズなんてできないよ。何言ってんだ。騙して結婚するから結婚詐欺だろ。しかもあいつは北条鉄平ってやつと関係してるんだ。大体さっきからおかしいのはレナの方だろうが。シオンがわざわざ教えてくれた情報なのに何を頭から疑って聞いてるんだよ。おかしい。おかしいのはケイチ君の方だよ。なんで関係のないレナのうちのことにそこまで口出ししてくるのかな。なんかシーちゃんに頼まれたの？ねえ、関係ないことあるか。レナは俺たちの仲間だ。仲間が悩んで苦しんでいることを見過ごすなんて俺にはできないんだよ。仲間？
お笑いだね。相手の気持ちも考えずに傷跡に刃物突き立ててぐりぐり掘り返すような人なんて仲間じゃないよ。それに誰が悩んでるって？苦しんでるって？ケイチ君、院長になってずいぶん偉くなったんだね。顔と雰囲気でわかる。とでも言いたいの？でもお会いにくさま。レナは全然悩んでもないし、苦しくもないんだよ。だって、これからちゃんと幸せをつかむんだから。嘘だな！嘘じゃない！レナ、Cの話が信じられないのですか？ Cちゃんがどういうつもりで、リナさんのことをそんな風に悪く言うのか知らない。でも、変なことを言って、レナを迷わせないで。私は、この結婚を祝福して、信じることに決めたの。これはもう決まったことなんだよ。決まったこと、だと？だってこれは、お社様がそうしなさいって言ったんだから。お社様だって？リカちゃん、レナも最初はお父さんの結婚には乗り気じゃなかった。でも一週間くらい前の夜、レナの枕元にやってきたの。ひたひた、ペタペタって足音を立てて。なんでお社様がレナのところに？ケイチ君は知らないんだね。お社様は私たちのことをずっと見てる。そして雛見沢から出て行ったり、お社様をちゃんと敬ったりしない人にたたって罰を与えるの。だからレナのうちもお社様を大事にしなかったから罰が当たった。お父さんとお母さんが離婚したのはレナのせいなの。雛見沢を出て行くとき、レナは反対した。でも、結局お母さんのためだからって言われてついて行ったら、お父さんが不幸になっちゃった。本当はもっともっと、お父さんの幸せを考えて、頑張って反対していたら、こんなことにはならなかったはずなのに。それが、この再婚話と関係あるのか？終わりなんだよ！やっとお父さんは、昔の傷を忘れて、新しい幸せを見つけてくれた。なのにレナは、最初喜べなかった。賛成できなかった。そのうちだんだん、リナさんのことが疎ましくなって、見ているだけで不愉快になってきて、家を乗っ取られるかも。だったらその前に、なんて考えてたら、またレナのところに来たの、お社様が。レナ！お社様はそんな神様じゃないのです。たとえ雛見沢を出て行っても、何も悪いことをしていない人にたたるなんて、そんな神様はおかしいのですよ。だって今でも夢に時々出てくるんだもの。お社様は言ったの、敵意を捨てなさいって。お父さんの幸せを心から願いなさいって。だからレナはリナさんとの結婚を祝福するの。でなきゃまたたたられちゃう。
また変な色のお薬飲まされちゃう。レナの勝手な思い込みで、せっかくお父さんが掴んだ幸せが壊れちゃったら、またお社様がレナのところに来ちゃう。レナが悪い子だっていっぱい責めて、ひた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 って後ろを追いかけて、ごめんなさいごめんなさいって謝っても、ずっとひたひたペタペタってついてきて。落ち着くのです、レナ。誰もいないのです。レナも悪いことをしていないから、たたられることはないのです。早く早く早く捨てないと、お社様の力が消えて、私はまた体を何かに乗っ取られてしまう。お社様がついてくるよ。そして早く早くと私に囁くの。どこまでもついてきて、急げ急げと私をせがす。いつまでもどこまでもついてきて、ずっとずっと言い続けるの。本当だよ、本当だってば。なんでみんなには見えないの？私の言うことなぜ信じないの？みんなで私を騙してるんだ。みんなにも見えているはずなんだ。いやいや、やめて、もう注射は言え。レナ、落ち着いたか、レナ。レナ、大丈夫なのですか？ごめんね、私取り乱して。いや、平気だぜ、これくらいさ。信じてくれないかもしれないけど、レナは確かにお社様に会ったの。だから、また来た時は怖くて不安で、逃げたい気持ちで訳がわからなくなって、だから、もう。わかった。え？レナが嘘をつくなんて絶対にありえないしな。それにそこまでレナが怖がるってのは単なる夢とかじゃないと思う。俺はその話信じるよ。お社様がそう言ったのなら仕方がないさ。悪かったな、ひどいこと言ってレナを困らせて。本当にすまん。もうこの話はやめにしよう。ケイチくん。ケイチ。何かな？ごめん、ちょっと行ってくるね。失礼します。お荷物どちらに運びましょうか？ケイチ。わかってるけど、これ以上は本当に押し付けだ。とりあえず、今日のところは、ここで引き上げよう。これ以上だと、
またレナの気分を逆なですることにもなりかねないし。仕方ないのです。一度出直して、対策を考えましょう。